リーが勝手に。それ気持ち悪すぎる。誰かに話さなきゃ。校長に言って追い出しちゃえば。お姉ちゃんそれいい人すぎるよ。疑ったりして恥ずかしい。言わない。でも本当にお姉ちゃん。デートとかするの？安心してて、誤解解いとくから。ママママに会えて嬉しいわ。本当に会いたかった。レオの噂は聞くけど、信じられない話ばかりよ。私はパパのことを愛してるわ。でも本当の大人の愛がどんなものかを知ったのは、ママとレオが愛し合う姿を見て育ったからなのよ。流れ星見たことある？その時どうするんだっけ？もし今見たらどんな願い事する？なんで今になって誘ったの？1年生の生物で席が隣だったことも覚えてないんでしょ？2年の時は2クラス同じだったけど覚えてる？気づかなかったの。それが卒業間近になってデートに誘うなんて、恋でもしたくなったの？フリーウェイが1時間も渋滞してケイトリンと朝ごはん食べ損ねた。ごめん、お客さんだったのね。ママが私のことを可愛いなんて人に言うとは思えませんからね。悪いわね、邪魔しちゃって。次はドアにデート中って札でも下げといてくれる？ママたちぐらいの年になるとそういう言い方をするんだ。罰の悪い思いはしたけど、おかげで分かった。急にお金持ちになってワイナリーやマセラッティ、高級キッコーヒーを入れてくれたら喜ぶわ。待って、ダメ、絶対にダメよ。戻ったら助かるの？あの子を見たでしょ？マスクに血がついてたのよ。ボビー、あなたもさっき見たわよね。ね、違った？わからないわ。とまだ全部見てないでしょ。ほらね、人がいたじゃない。ええ、でもここはドライバーでしょ。両親が会員になってるゴルフクラブで3年連続ジュニアチャンピオンになったの。タイガーなんて目じゃないわ。私の父は無実の罪を着せられ無残に殺された。私は復讐の世界に身を投じた。最後の一人まで決して逃しはしない。恐怖、それはどんなに冷徹な人間でも生まれつき持つ感情だ。恐怖にとらわれると人は正常な判断力を失う。邪悪な者たちはそれを利用する。人が裏切りと策略に満ちた道を歩むとき、一番恐ろしいのは真実は動かせないということだ。ごめん切るね。おばさんなの、不眠症気味で。安いって？どのくらい？ありがとう。だけどもう地下で洗濯機回し始めてるの。それにあなたの洗濯機でナース服を洗ったら悪いでしょ。私感染病棟に勤務してるから。ほら、そんなに離れなくても。ねえ、ステレオつけっぱなしじゃない？ベルリンよ、対テロ共同チーム。ええでしょ。あれは任務でやってたの。ただでさえ秘密が多いのに煩わせたくなかったから。送ってくれてありがとう。彼に注目させるための罠。罠を仕掛けて私たちに捕まえさせて何の得があるっていうの？放送用の車にそれはないんじゃない？こっちは目立ってしょうがないからリストにつけとく。私あいつに殺されかけたのよ。